昔々、猿の手というパンドラの箱がありましたとさ。あなたの願い事を言いつつだけ叶えてあげましょう。これはどこかで拾った、おとぎ話の猿の手。欲があるなら叶えましょう、あなたの願うこと全部。欲がないなら嘘に、そう言って帝国は落ちたとか。もし知ってる憧れた誰ちゃんを見開いたその時に、ほらピエロがずっと微笑んだ。猿まで本気と食い気味、オタクを並べては乾きの髪を潤して願ったままだとに。勢いの宝石で、あれよあれよ一人きり、不動の宿生最高の日が素敵で、同じ服着て最高潮、頂点が出誕生の日もったんと